なあ。
くね。こっちや。やよし。行こう。Thank you.
Sir.
その証拠は偽物です。さすがサイコロ様は分かっていらっしゃる。今だ。よっしゃ、任しとけ。何？どういうことだ。サイコロがおかしいぞ。もう一つ、あなたに訴えがある。サイコロ様でもイカ様をしている件だ。このリモコンでね。なんだあれは。守護神ウルデラコン。あれがか。ウルデラコンが町に現れるなど、どうしたというのだ。六目義先生術長、貴様は王としてふさわしくないとみなされた。すべては計画通り、新玉泉をいただくぞ。
あ？感謝します。面白そうな匂いを嗅ぎつけてきやがったぜ。やつら待ちきれなかったと見える。
すごいや。ほう。おい。よし。ああ。ううん。ほう。ねえ。僕の国の名前はエスタバニア。これが僕たちの新しい国の名前だ。お前ら、国王のエヴァン様が皆にお言葉をおかけになる。しかと耳にせよ。みんな、この新しい国にはどんな困難が待っているかはわからない。でも僕は作りたいんだ。みんなが笑い合える豊かで美しくて、そして平和な国を。エヴァン、みんなこの僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。なかなか決まってるじゃん。エヴァ、元大統領の真っ青の立派なスピーチだ。ここから始まるんだね、僕たちの王国が。エヴァ、どこまでも付き合ってやるぜ。お前がその道を進む限りな。みんな、ありがとう。ニルの計らいで多くの協力者がエヴァンの元を訪れ、彼らの国づくりは着々と進行していった。こうしてエスタバニアは国としての一歩を踏み出すのであった。アルフィニーの望んだみんなが笑い合える素晴らしい国になるため。
なんだか浮かない顔しているね。せっかく国づくりが始まったのに。うん、それは嬉しいんだけど、まだわからないことだらけで不安がいっぱいだよ。二の国を滅ぼすほどに大きな力を持った邪神の復活、本当に僕に止められるのかな。そうだね、君だけでは無理だ。でも君はもう一人じゃない、そうだろ。うん、僕は一人じゃない、仲間ができたんだ。そうだよエヴァン、その仲間と一緒に君の前に現れた道を一歩ずつ進んでいくんだ。そうだね、できることからやってみるよ。頼もしくなってきたね。それじゃあまたね。うん、またね。第4章、ブラハバンの伝説。よし、よし。ああ。